こんにちは。パーティクルフリートエマージェンス。今日は9面のエマージェントという面をプレイしますね。まあ、今回もデストロイオールエネミーストラクチャーですね。目標は。でね、今回の前工場は何かこう巨大なこう構造物を何者かあるいは何かがここに作ろうとしているっていうふうに言っていて、まあこのよくわからないものですよね。で、それとともに、ここにこう武器のようなものもこういうふうに備わっているっていうふうにこの王さんが、ディレクターゾースですかね、が言っていて、で、これらのものはどうもこのギャラクティックコーポレーションの歴史にないから、エイリアンが作ってるものに違いないっていうふうにこのおっさんは言ってるんですけど、このアナっていう女の人は、まあ、あるいはこのギャラクティックコーポレーションの歴史の前に作られたものかもしれませんよって言ってるんですよね。それに対してこのおっさんが、バカな、ギャラクティックコーポレーションは人類の歴史の全てを記録してるんだみたいなこと言って揉めてるんですけどね。で、この、まあ、CEO 大根キャプテンですね、この人は、まあ、そのギャラクティックコーポレーションが、まあ、その歴史から削除したものかもしれないとかっていうふうに言ってます。まあ、とにかく戦おうじゃないかみたいな。それでどうしようかな。まあ普通に考えれば、ここにインスタントエネルギーがいっぱいあるから、こっから始めるのがいいですよね。で、エネルギーをいっぱい、これにもとりあえずアンプジェムして、で、エネルギーをいっぱい活性化させて、まあ防御のクルーザーもとりあえずクルーザーでちょっとこの辺防御してもらわないといけないな。で、オムにもすぐ置いてって、土地を確保して、で、あの、ラサ線をとりあえず確保して、こっちの方もキープしに行きたいですよね。なかなか冷戦が、うん、オムニをキープしたと。ミサイル艦を手に入れたみたいなこと言ってますね。ウルフ、あ、ミサイルですね、これね、ウルフ。いいですね、これ。で、この辺もこっちも確保しに行って、ちょっとこっちも確保しに行ってくるか。で、この辺ちょっと、で、エネルギーがあるうちにどんどん、あ、そのスタンも来るから、ディスチャージャーも置いて、このウルフをここに置いてみるか。マイクロタンクを、よし。で、ハンマーももうどんどん実体化するぞ。エネルギーのあるうちに。これここまで届かないのか、意外にも。この辺ちょっと、んー、なんか隕石が飛んできている。隕石が飛んできておる。これ何？あ、ミサイルでいけんのか、これ。これ結構きついんじゃないか。なかなか。この辺もちょっとこれで守っておかないと。ん？ハンマーどこにいるんだ？あ、ハンマーまだこう、インスタントエネルギーはあるよな。で、グラバーもちょっと、
実体化しておくか。もうエネルギーが足りなくな、あ、すげえウルフウルフすげえミサイルですね。ホーミングミサイルをすごい撃ってくれるやつみたいな。よし、ここもちょっともう、あ、ここはマイクロタンクで行かないとダメだな。マイクロタンクを持ってきて、レース戦と、あとまあ適当にクルーザー。ここはこのウルフだけでいいんじゃないのか、守るの。これだけで十分守ってくれると思います、ここは。ヨムニをここに置いて、あれ？うん、こことここに置いて、この人も一応ミサイル持ってるからな、ホーベンも。よし、なかなかガードして、これちょっと、うん、ここがまずい、やられてる。ここをまずちょっと確保しに行きたいんだが、あ、もうエネルギーがないわ。このさ、このミサイルちょっと、このハンマーで守っとこう。よし、こんなもんかな。で、とりあえずここにオムニを置いて、このマイクロタンクからのエネルギーでいけるだろう。もうダメだ、エネルギーの産生量が全然足りないんだ。ここもちょっと置いとこう。で、ここを取りに行かないと。ん、届いてるね、これ、ここでエネルギーね。よし。ん？もう一個クルーザーで。で、このグラバーで、この辺にちょっと敵の粒子を浴びせておきたい。敵の攻撃が激しすぎるから。よし、これでいいですね、この辺ね。で、こっちの方に進出していくか。マイクロタンクは後ろな。よしよし、これでこの粒子でちょっと守っておかないと。この辺な、この辺でちょっと前線を押し上げよう。何？あ、壊したのか。よし、よくやった。ここ粒子で壊したんだ、よくやった。これが今がチャンスだ。ヘッドクォーターで行くんだ。ここを確保できれば大きなエネルギーのチャンスが生まれる。よしよしよし、よし、ここのあれも壊してしまうか、ついでに。あれ、ここをハンマーでここのエミッターを防いで。よし、んでリース戦で行くんだ。うおー、すげえ攻撃だ、敵の。こっから砲台の攻撃が鬱陶しい。すげえ、こいつ、これで壊せるか。ちょっとミサイルを、あ、これで一応リース砲で壊せるが、ハンマー守ってくれ、ヘッドクォーター。あ、まずいこれ、リース砲が壊されてしまった。ハンマーを盾にして。よし、こんな1個壊すのにこんなに苦労してたら。あ、これにアンプジェムしとこう。あとこれ、クルーザーにもちょっとアンプジェムしといて。よし、ここのアンプジェムも、ここの砲台も壊さないとまずいよな。ここに来て、マイクロタンクを後ろに持ってきて、
で、リーフ戦で、よし、よし、こんな感じかな。あ、スタンも来てるんだ。ディスチャージャーもこっちに持ってきとかな。よし、壊したな。あとはここ、あと内部、こっち、ん？デストロイヤーがデストロイされた。またかよ。こっちから攻めていきたいけど、これこういう風にいけるのか。あ、いけるか。いや、でもこれすごい、これ、あ、ここはいけないんだ。なるほどな。そしたらここ、これ結構厳しくない？マイクロタンクを、うわ、何、ハンマーがやられたの？嘘だろ。ハンマーがやられたら話にならんな。ミサイルで、あ、ミサイルここに来たらこいつに受けるかな、ダメージ。ちょっと待てよ、このグラバーで、グラバーのこの青い粒子でこの砲台倒せるんじゃないのか。なんか倒してるよ、ちょっと倒せるんじゃないか、これ。もうすぐ偶然に。おっしゃ、こっちに注いで。俺はなかなかもうハンマーができないわ。もうこうなったら こいつらで行くしかないわ。アンプを入れたクルーザーで突撃して、ここのエネルギーマインを取れればだいぶ楽になるはず。あれ、いけないのか、もうちょっとか。よし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 。おお、すげえ、ウルフがすげえミサイル撃ってる。やるじゃん。よし、ハンマーで、ここ、あ、これ、あの、なんか、これあれですよ。青い粒子が放射状に行くってやつだね。これで多分いけるだろう、ここ。こいつもちょっと壊しておこうじゃないか。この M。このブロックみたいなのどっから来てんの？あ、こっから来てるんだ。この構造物から。え、じゃあこれ粒子を当てないとダメなやつでしょ。あ、ここ、ラサ線が壊されて。緑色の粒子を当てないとダメなんだ。あ、ようやく壊せたか。マジ。ディスチャージャー。よし、ここも壊せたか。ここはちょっとまずいな。ここちょっとハンマーを持ってきて、ここのインフォメーションキャッシュを確保しないと。あ、このブロックみたいなのミサイルがすごい役に立ってんだね、地味に。こうやって見ると、この赤い土地からこの質量兵器が飛び出しているというわけだ。なるほどな。よし。
マイクロタンクを。よし。いや、こいつじゃなくて、こいつを攻撃してくれよ。あともっと他に取れる土地はないんかな。ないな。まずいな、これ。こいつを攻撃してくれよ。こいつを。よし、この青いやつがいたぞ。誰が攻撃してるのかよくわからんかったな。よっしゃ、破壊したな。あ、スタナーが来てる。マジスタナーが、マジハンマーがヘッドクォーターもやれる。スタナー長いな。まずいな、ここはちょっとハンマーを防御しないと。どっちに先に行く？ここに。あれ、これって活性化でき、これってどうやって活性化したんだろうな。これで活性化できないのかな。あれどうやったんだろう、ちょっとよくわかんないな。ちょっと一回戻ってこっちを先に活性化しよう。なんとか言ってくれ。よっしゃ、ここが、あ、これエネルギーを送るんだ、エネルギーマインから。そうすると活性化するんだね。あー、やばい、まずい。なにー、ちょっとこれをもうちょっとこっちに持ってきて、ここを十分守らないと。うおー、こんなに4つも出してきやがった。4つだって。ほう、4つもいっぺんにスタナー出してきやがった。これじゃなくて、ナサ戦を、レース戦を、でこのスタナーを壊さないと。いや、ここはヘッドクォーターで行った方がいいんじゃないかな。ちょっと行くスペースが、いけるな、これで。ハンマーでマイクロタンクを守るんだ。このスタン4つもいっぺんに出してくるなんて信じらんないよ。あれ、ここにオムニって置けんのかな。あ、置けるじゃん。なんだなんだ。ここにオムニ置いて、この赤を駆逐すればいいですよね。この辺のオムニ一回デストロイして、こっちにもオムニを置いておこう。これでこの赤いとこからこの隕石みたいなのが出てるから、この赤いやつを全部駆逐すれば。あれ、壊されちゃった。後ろに置かないとダメだな、この隕石の質量攻撃がされないっていうわけだ。ちょっとこのウルフちょっとここに置いて、この敵の隕石攻撃にはこのミサイル一発じゃ沈まないんだ、これ。なんてことなんだ。あと残りでちょっとこっちを征服しに行こう。すごいね、このミサイル。あ、もうディスチャージはいらないのかな。
もうスタンしてくれてきいないよね。あとこんだけだし。よし、ここにハンマーを置いて、マイクロタンクをここに持っていって、あれ？何？ピンチだ、ピンチだ。これあれだ、隕石にやられたんだ。あ、こういうところも、こういうとこからも隕石来んの？よし、これで。ちょっとヘッドクォーターはここを守ってろ。あ、こんなとこからも隕石来んのこれ。え、もう敵の領土からは、どっからもこの隕石兵器が来るってわけなの？もしかして。それこの辺もちょっと守っとかないと、あかんやないか。よし。ん？これもう終わりなのかな？あ、終わっちゃった。あそこのエネルギーマインは別に赤のままでも良かったんだね。いや、これ難しいわ。今後この敵のこういう領土からこの隕石みたいなのが飛んでくるようになるの？これは難しいぞ。厳しいですね、これは。それでは今回は終わりますね。ご視聴ありがとうございました。